キクラデス諸島はエーゲ海中部に点在するキリシア領の島々。キクラデスの名は神聖な島とされるデロス島を囲んでいることから来ている。キクラデス諸島はキリシャ本土の南東に位置し220以上の島からなる。面積最大の島はナクソス島でアンドロス島がこれに次ぐ。最大の都市はシロス島のエルムポリである。小さな島の多くは 無人島である。キクラデス諸島の南側、クレタ島との間の海は、クレタ海と呼ばれる。アンドロス島、ティノス島、ミコノス島、デロス島、シロス島、ナクソス島、パロス島、アンディパロス島、アモルゴス島、イオス島、ケア島、キトノス島、セリホス島、シフノス島、キモロス島、ミロス島、ホレガンドロス島、シキノス島、サントリーニ島、アナフィ島主要な島としては、以下がある。 キクラデス諸島火山島であるミロス島とティーラ島と、除いては、これらの島々は海中にある産地地形の頂上部にあたる。気候は一般的に乾燥していて温暖である。しかし、ナクソス島を除けば土壌は痩せている。農産物としては、ワイン、果物、小麦、オリーブ油、タバコなどがある。標高の高い地域では冷涼であるが、大部分では、 冬の気候の影響を受けない。キクラデス諸島にある人口4000人以上の都市は以下の通り。キクラデス文化の像キクラデス諸島では、新石器時代後期から青銅器時代初期にかけて、キクラデス文化が栄えた。諸島で算する純白の大理石から作られた平らで、様式化された偶像が、特徴的なこの文化は南方のクレタ島に栄えた。 青銅器時代中期のミノア文明に先立つものである。英議海西部には、紀元前4000年より前に、アナトリアとキリシャ本土の影響が混合した、独特の新石器文化が生まれた。この文化は、エンマー小麦や野生種の大麦、羊や、ヤギや豚、そしてマグロに支えられていた。ケア島にある、サリアゴスやケファラの採掘遺跡からは、 同在区が行われた形跡も得られている。キクラデスの小さな島々は、それぞれ数千人以上の人口を支えることはできなかった。キクラデス文化後期のボートのモデルからは、散在したコミュニティから50人の小切手を集めることができたと考えられる。しかし、より高度で組織化されたミノア文明が登場すると、これらの島々は取るに足りないものとなっていった。 ただ、デロストのみは、アルカイック期の性質を保ち続け、古代を通して、キリスト教の登場まで聖地として仰がれた。デロストの円形劇場キクラデス諸島は、1830年に、独立が認められた、ギリシャの最初の領土に含まれた。キクラデス文化の発掘は1880年代に、初めて行われ、アテネブリティッシュスクールやクリストス・スンダスによって、引き継がれた。 1898年から1899年にかけていくつかの島々で墓地を調査したツンダスは、キクラデス文明を提唱した。20世紀には、かえってモダンに見える彫像への注目が高まった。しかし一方で、骨董美術史上の需要を満たすために、遺跡の洞窟、破壊や偽造品の横行がもたらされ、この彫像群の学術的な検討を困難なものとしている。 20世紀終盤以降、キクラデス諸島は、他のヨーロッパ諸国をはじめとする旅行客に、人気のある観光地となった。その結果として、侵食やお宅、水不足などの問題が浮上している。キクラデス諸島は、行政上は、南エーゲ地方に属しており、以下の9つの行政区に分けられている。キクラデス諸島の自治体キクラデス諸島には、以下の19の基礎自治体がある。 キクラデス県の旧自治体2010年に行われた行政区画統廃合以前は広域自治体としてのキクラデス県が置かれていた。カリクラティス改革によりキクラデス県は廃止され9つの県に分割された。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のつた。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは 新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。